始まりました、夜間とアイドル対談シリーズ。イエーイ、はい、ウッカの芹澤モアです。よろしくお願いします。お願いします。はい、いきなりトークさんの立花カレンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回は対談ということで、でもずっと結構ウッカさんとは ね、ご一緒させていただくこと多いですけど、はい、こうやってモアちゃんとお話しするのってなかなかないですよね。そうですね、楽屋とかでもなんか、ね、私結構人見知りなの で、うん、あのそれこそトモックさんは、うん、あのみゆちゃんしか喋りかけられない、うん、そうですよね。本当みゆちゃんしか喋りかけられないので嬉しいですね。本当ですか。私も人見知りなので、一緒ですね、大体誰とも喋らないので恥ずかしいか。そうなんですよ。じゃあ今日は嬉しいです。今日こそ仲良くな、はい、お願いします。お願いします、はい、でもモアちゃんとはなんかあのなんだろう、共通点なんだろうなって探した時に、はい、スカウトで入ったんですね。そうですね、私もそうだから共通点だなって。そうですね。アイドルとかももクロさんのライブで、あの会場でスカウトされたってこと、うんうん、はいはい、私もアイドルが、うん、になりたくてスカウトで入ったの で、うん、 そのアイドルっていうのは一緒ですね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうか、じゃあアイドル志望で。そうですね、やらせていただいてますね。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいウッカさんの新曲とかもめっちゃ良くて。そう、ありがとうございます。めっちゃいい。でも最近なんか3曲ぐらいなんだ出てるじゃないですか。はい、なんだっけ、テイルウィンド、アフタヌーン、あ、それだ、アフタヌーン、めっちゃいい。好きです。あれですね、あの代表作じゃないですけど、そうですね、ウッカの今のあれです。私もでも結構、はい、うん、あの結構本人たちには言わないんですけど、はい、結構推してて。あ、そうなんですね。すごい、うん、あのライブ映像とか見て、うん、見返してました。あ、今のいいみたいな。そうなんですね。それこそ、そういう時他面見るんですか、自分。あ、全体的に。 私のライブ映像ですか、うん、私の。え、違います、トークさんのです。あ、トークさんの。あ、違います、違います、自分たちのトークさんの夢は。ありがとうございます。理解してますね。嬉しい、嬉しい、ありがとうございます。すごい言ってくれるから。ありがとうございます。それで今回なんですけど、はい、お互いに質問を何かしたいなと思って、うん、私考えてきたんですけど、ありがとうございます。ぜひぜひ。トークさんの、はい、まあ、リーダーじゃないですか、はい、私全然リーダーとかじゃないんですけど、うん、そのなんかメンバー内で話し合いとかあるじゃないですか、うん、そういう時って、うん、まあ、意見が、まあ、A、B あったりいろいろするじゃないですか、うん、どうやって決めたり、うん、なんかメンバーまとめたりしてますか。そうですね、私でもリーダーだけど全然リーダーしてないんですけど、なんかそうですね、割とユナの方がしっかりしてて、はい、結構まとめてくれること多いんですけど、トークさんはでも話して多数決とかの方が多いかなってなりますね。でもあんまりなんかぶつかったりとかそんなにないので。そうなんですね、うん、みんなでガッガッ。あ、なんか団結力すごいイメージが。体育会系ですね。体育会系ですよね。あ、なるほど、ね、多数決とかかな。なんか、うん、そのウッカは割とその、うん、メンバー内で話し合いというより、うん、そのマネージャーさんにこれこうだよとか言われることが多いんで、うん、そうなんです、ね、なんかそのいざ、うん、そのこれ決めてってなったら結構、うんうんうん、え、どうしようみたいになっちゃうんですよ。あの、だからすごい気になりました。そっか、はい、なんかツアーとかもなんか瀬戸利とかをメンバーで決めたってなんか聞いたんですけど、それこそその時も、はい、なんか1曲目って大事じゃないですか、うん、大事ですね。そこも、はい、あの問題点になりましたし、その後も結構パッて決まったりしなかったので。瀬戸利決めるの難しいですね。難しいです。なんかそれぞれによってあるじゃないですか、うん、感じ方が違うから。そうですよね、そうですよね、難しかったですね。なりますね。いい感じになったので割と、まあ、マネージャーさんの意見も取り入れながら最終的には固まりました。お、難しいですね、はい、そんな感じですね。そんな感じです。あ、しっかりしてらっしゃるから。じゃあ私からも質問ですか、はい。なんかライブを見させていただいた時にすごいやっぱ歌とかダンスとかパフォーマンス力がすごくて目が惹かれたんですけど、歌とかってなんかどんな風に練習してるのかなって見てて思って。あの、うん、でも私は結構その、うん、まあ、ダンスもなんですけど、うん、なんかこれこうやってって言われた方が、うん、そのやることが明確にあった方が、うん、なんて言うんだろう、自分がやりやすいので、うん、その割とそのボイトの先生に言われたことをパッてやるのが多いです、うん、私だと、うん、
の例えばレコーディングとかだと、うん、あの結構声低いんですよ、うん、あそうなんですねレコーディングでなんか、うんうん、ボーみたいな声出しちゃう本当か出しちゃうんですよ、はいはいはい、でも求められてる声がなんかそっちじゃないことが多くて、うん、なのでなんか明るめに歌ってみたいな感じで言われたら、まあ、その日はもうその明るめを重点に置いたりしてやったり、まあ、メンバーそれぞれなんですけど、うん、やったりしてますねすごい真面目だいやそんな感じですねありがとうございますありがとうございますいいですねありがとうございますあそっかでもなんかダンスとかもすごいなんかヒップホップじゃないけどダンサーみたいななんかダンスプラクティスとか見た時に、はい、なんだっけあのすごい前に歩いてきたラブパレードかなもうすごい肩とか入っててかっこいいなんか彼こういうのが好きあありますよねなんかこれこういう一瞬振りだコスミックフロートですかそれかなコスミックフロートだそれだ あれですね、うん、でもなんかその、うん、その私的に、はいはいはい、その曲結構難しくて、うん、でもなんか東北さんのダンス結構バチバチな曲、うんうん、あのなんかあのなんだっけ上等あおバーニングハートがすごい好きで本当ですか私本当にライブなんか映像上がってますよね、はい、あ何回見たか忘れちゃったぐらい見てて、うん、でもお互い多分好きな、バーニーめっちゃ好きなんですよあとなんか、はいトロフィーガールもうすごい好きです、ありがとうございますありがとうございますお互いのダンスを褒め合ってお互いなありがとうございますコミカルなそうですねうんありがとうございますなんかライブ前 のルーティーンとかってありますかルーティーンは、うん、あでもそれこそ最近ボイトレの先生が変わったんで、うん、ボイトレの形式が変わったんですよあそうなんですかちょっと変わって発声方法とか、うん、それですごその先生のボイトレを自分で録音して、うん、それを、うん、あの一緒にメンバーでやったりしてますなんかその流せば一緒にやってくれるから、うん、同じ風潮ありますそうですかそれが結構今はもうルーティン化したりしてますね、うん、結構あのなんか背中叩くとか あります言っててソラちゃんが一番いいですなんか一番いいとか上手いそうですねなんか何回かメンバーに試してもらったんですけど、うんうん、なんかちょっとやっぱ力が弱かったり、うん、なんかちょっと位置が違かったりする、うん、いるんですよでもソラちゃんはなんかいい感じのところで叩いてくれるんで、うんうんいい感じです。え、トークさんは誰ですか？トークさんは、でも彼は大体カヤとやるんですよ。カヤとギュッとして、バンで叩いてもらってって感じで出るので、カヤ上手いです。多分彼下手くそ。あ、そうですか。もうちょっと強めでいいよって言われる。なるほど。ありがとうございます。教えてくださって。一緒だと思って。結構個性出るますもんね。なんかそうですね。ライブ前のルーティーンとか。そうですね。うん。僕はそんな感じです。ありがとうございます。しっかりしてますね。すごい。いやいやそんなことないです。長女です、ね。長女ですけど、うん、あの一応うっかではずっと、うんうん、あの下そっかでなんか、うん、ところどころは多分しっかりしてるのかもしれないですけど、うん、基本的には割と耐え頼ってます。うん、そうなんです、ね。耐えらせてもらったんです。かわいい。いやでも、うん、なんかでも、うん、トークさんのメンバーの中で、うん、リーダーだけど割と年下の方じゃないですか。そうですね。そうなんですよ。でもすごいしっかりして。全然しっかりしてない。決まったんですかリーダーって、うん、なんか急に言われてあライブの時になんか発表がありますって感じで新メンバーだったミウが手紙を持ってきて、うん、でカレンがリーダーになりますみたいな発表でそうおーっていうびっくりって感じですかびっくりですしあんまりやっぱりなんかズバズバ言えるタイプでもないの でだからなんかなんでだろうってずっとでもあれですねなんかズバズバ言えない、うんうんからこそ逆にいいみたいなありません？なんかリーダーがって言われましたすごい言われちゃいましたすごいすごいなるほどそういうでもあやめちゃんとかすごいザ・リーダーって感じですねそうですねあやめちゃんは 2,3 年前ぐらいからリーダーなんですけどそっかもうでもその前から割とそのウッカの中で年上の方だったりするのもあって結構仕切ってくれたり MC 回してくれたりしてましたかっこいいかっこいいありがとうございますそうですね、ありがとうございますもうなんだろう、なんかウッカとその東北さんの、うんまあ、系統もそうですけど、うんまあ、人数っていうのもあるだろうけど、うん、なんか違うじゃないですか、割とあだから、ね、すごい東北さんのライブ前ってどんなんだろうとかめっちゃ気になったりします、うん、本当、ライブ前は
でも結構バタバタしてることが多くて、だいたい押すんだけど、ライブ開始しか。え、そうなんですか？全然時間通りに始まんないの。あ、でもそうかも。モアがライブ行った時は、ちょっと押してたかもしれないですね。ごめんごめん。そう、だいたい押すんだけど、そう、バタバタしながら。でもそれでエンジン組んで、あーって。え、ちょっと、ほんとちょっとした質問なんですけど、髪の毛ってどうやって決めてますメンバー？あー、ちょっと前まではスタッフさん、すごい前か。前はスタッフさんが決めてくれてて、でも最近はなんか髪飾りが衣装でできるようになったので、それで髪飾りじゃんけんをして、買った人から好きなのをやっていくって感じ。じゃんけん、あ、毎回ですか、うん、ライブの風に。そうですね。どんな感じなんですか？うちは、うん、割と、うん、あの、これやるね、うん、これやるね、もうなんかグループラインでもうほぼ早いもの順みたいな感じなので、そうなんですね。あ、今日見てるかも、あ、ダメだみたいな感じで、そうなんだ。でも東北さん結構人数多いけど被ってないし、しかもなんか前はその決めてもらってるって言ってたけど、うん、今どうなんだろうってちょっと気になりました。じゃんけんですね。あ、じゃんけんなんですね。全部とりあえずじゃんけんして。なるほど。うちもじゃんけんにしようかな。その方が割とあれかな。平行、公平ですよね、公平ですね。いや、なんか緊張してたんですけど、うん、しかも人見知りなんで、うん、あれなんですけど、なんか結構そのグループ内で違うことあったり、うん、その髪型じゃんけんはうっかも、うん、もしかしたら取り入れようかなって上がみんなが良ければいいなと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。彼もなんかずっとあの割とグループとしては共演させていただくけど、はい、こうやって個人でお話しする機会なかったのですごい嬉しかったし、なんかもっともっとたくさん知れたらいいなと思っているので、後編もお楽しみに。ありがとうございました。